とはこの写真を紙に貼って文章を書き添えるだけだね。まあ中には使えない写真もあるのだが。っていうか半分以上使えないんじゃないの？けどどの写真も楽しそうだっぴ。うん、これならココタマタウンの良さが伝わるよね。そうであるな。今のようにココタマタウンがあって魔法も自由に使えていたら。え、他の町へ？やっぱりちゃんと人間に喜んでもらいたいしね。うん、君も早く町を出た方がいいよ。あんなことも起こらなかったであろうに。あんなことってなんだっぴ？あ、いや、なんでもないのである。いっぱいできたね。これはクリニックの紹介ですね。ノリノリの二人があなたの病気を確実にお直しします。安心安全ココタマクリニック。こちらは綺麗好きな店主がお出迎え。可愛くて素敵なものが何でも揃うココタマショップへようこそでござるか。いろいろと情報も入ってて、もうちょっとした新聞ね。こっちの写真はただの記念写真です。違うかしら。ココタマタウンにいるのは伝説のココタマ契約者だから見られても大丈夫だよっていう写真ぷしょ。なるほど。それじゃあとはこれをあちこちに貼るだけだね。レストランのデリバリーボックスを使えば遠くの場所にも送ることができるぞ。ナイスアイデアだっぴ。それじゃあ明日からみんなで手分けして貼りに行こう。ホテルにいっぱいお客さんが来るといいな。さあもう一踏ん張りするわよ。残りの新聞も少ないしね。そう思って追加で作っておいたよ。